はい、どうもカズキです。それでは元気に熊壁散歩行ってみよう。感じで今日は熊株を噛んで出してます。今日はね、どこ走るとかじゃないですよ。ちょっと紹介したいものがあって、ついね、この間延長管理やってたじゃないですか。その後純正シートに座ってみて背中が当たんなくていい感じだったんですけど、もうちょっと後ろに座りたいと思ってね。これぐらい後ろに座ってもいいよね。もっと後ろに座る。そう、ダブルシートつけました。アウトスタンディングさのね、まあ、いくらだか5000円ちょっと、6000円ぐらい取ってる気がするけど、今ダブルシートつけて走ってます。後で外観を撮りますが、この運転幅、純粋は多分この辺結構窮屈なんですよね。でかいんで体が、もうちょっと後ろに座って運転できると思って、疲れたらね、下手したらタンデムシートに座っても俺運転できるかもしれない。こうやってもう高いね、ちょっとシートちょっとね、いい感じだね。今外観見せらんないけどさ、シートいい感じよこれ。硬さが純正より、まあ座って手だれてくんないかと思うんだけどね。いい感じ、正解だなこれ。ただ見た目がちょっとでかく見えるようになったんでどうだかって感じなんですけどね。まだ寒い中走ってますよ、熊田。今日は暖かい方だな、全然いい、楽だこれ。なら楽だマジで、いいね。はい、外観チェック、こんな感じです。どうでしょう、なかなかいいんじゃないね。えなかなかほら、いいわいいわこのね、後ろに座れるっていうだけで、この辺に座れるっていうだけでめっちゃ運転しやすくなったような感じ。ほう、赤でよかったわうん、いいんじゃない。ここ最初メッキはどうかと思ったけど、いいんじゃないの普通にほう、いいやただここだけ取り替えればいいだけだから、うん、まあごつくはなるけどね。ただこれね、純正シート、ここに純正キャリアあるんだけど、ちゃんとかぶさるようになるねってな感じです。さて、よし、かっこいいでしょ結構ねこれ6000円ちょっとなら全然良くないですか皆さん。これぐらいのクオリティで、全然株なんでね、所詮は株なので、そんなもんでいいかと思うんだけどねいいね、めっちゃいいと思う。フォアコン体験できるねこれ。フォアコンではないけど、この後ろに座ると、この辺に座ってるとってる姿勢がおかしいわ。この辺で十分だ、いいね。疲れたらここら辺でこう座ってね、あー疲れたみたいないいね、買って正解ですよ皆さん。取り付けも簡単だしね。これ純正キャリアのこう出っ張りのとこ、手持つとことかな、あれが一緒にかぶさるっていうのがいいですね。それが一番いいなと思って、じゃないとキャリアも変えるようなんでね、
だから延長後ろに伸ばして後ろにギャリーあのイヤーボックス持ってってねやっとけばこんな感じで済むんで、うん、いいかと思うんだけど、まあ俺はこれでいいな。まあとりあえずカスタム終了だねこれ。本当かよと思われるかもしれないけど、本当かよっつって、今日は試乗試し乗り試乗ですね。ダブルシートに変えてみて。まあシートばっかりも買ってみないと分かんないからな。高ければいいって問題じゃないからね、本当ね。高くて失敗するより安くて失敗した方がまだいいじゃないですか。シートが試し座りできないからね、誰かつけてる人が近くにいればいいんだけど、同じようなやつをね、まあ、ある種賭けだよね。これなんかクリーナーかなんかやんないとスベスベしてダメだな。シートクリーナーかなんかやんないとスベスベしちゃって。でもあのね、純正のシートより硬いような気がするから、なんか乗ってて楽だね、段差がガーンってなった時に。うん、そんなとこかな今日は。それではね皆さんね、またね株の動画もハーレーの動画も見てください。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん行きますよ、行きますよってみんなやってくれねえと思うけど、それではワニワニー、バイバーイ。